い、こんにちは、キューさんです。いつもありがとうございます。9月21日鳥取トークライブ翌日になりまして、今から京都方面福井に向かって走るところです。そしてここは僕が本当に大好きな鳥取砂丘です。前回来た時は夕方だったんですね。で、すごく晴れていて、夕焼けと海とこの白い砂がすごい美しくて、僕は思わず泣いてしまったんです。で、今回は今ちょうど10時半ですが、朝、そして見てください、この青空ね。え、うわ、梨最高にうまいよ。うん、そこの直売所で買ったの、これ100円。うん、うまい、うまいね、最高、マジ最高。もう僕は早くも泣きそうです。あー、うまい、うまい。僕がね、好きな果物いっぱいあるんですよ。なんかすごいフルータリアンって自分で思えるぐらい果物好きなんですよね。で、まあ3つあげろって言われたら、スイカは入るんだよね。で、梨も入るんだよ、実は。リンゴよりも梨の方が俺好きで。で、あと、ブドウも巨峰マスタット系の大きいやつが好きだし、あとおみかんね。おみかん系はすごい好き。ポンカンとかイオカンとか、すげえ好き。浜崎とかね。JA 唐津が開発したメロンの味がする浜崎とかさ。柿も好きだね。ちょっと熟す前のね、カチカチからちょっと柔らかくなったぐらいが好きなんだよ。前回の動画でさ、海岸で語ったことは叶うっていう僕の新しい法則ができたんだけど、まあ日本で一番でっかい海岸って言っていいんじゃないでしょうか。なんかね、観光客いるんですけども、すげえディスタンスですね。当たり前でも密集しようがないよね。なんだかアリさんのようにみんなめいめい楽しんでますけど、本当に最高。前も言ったと思うんだけども、ジャズピアニストの中村誠さんとね、もう15年ぐらい前に北九州の海岸で語ったんだよね。で、俺も誠さんみたいに自転車に乗りながら活動したいですよね。で、彼はソロピアノツアーをやってましたから。で、あれから10年経たないうちに、2014年に、チャリタビトークライブを第1回始めまして、見事に叶っていて、で、その様子を、誠さんが見ていて、キューちゃんすごいなぁ、語ったことないなぁって、ね、まあ、ちょっと前回も語った内容でダブりますけども。だからさ、欲張ってみたいと思うんだけども、コメント欄にね、願い書いちゃって届けるから、海岸で。で、俺とさ、梨食いながら海岸で語ってるような感じにしようよと。俺はもうやっぱ全米デビューなんだよね。海外で本当に活躍したいと思ってるの、ここ真剣に。俺の方がまあ今韓国とか中国とか出てるけども、まあ韓国ではスズランでね、もうそれがアメリカとかヨーロッパとかで英語圏とか翻訳されてね、
世界的に活躍したいなと思ってるの。いや、そこで多分ね、俺武器になるのがやっぱり密教じゃないかなと思うんだよね。だから企業とか瞑想とかって割と、まあ、西洋受けするって言っただけでも、なんかそこに俺の独自性みたいなのができて、多分そういう感じで行くんじゃないかなって俺今回の旅を持って確認した次第でした。すごいね、本当に最高だよ。ちょっとね、登るのきついかもしれない。登るのちょっときついけど見て、ね、これすごいよ、これすごいよ。結構でも一緒に付き合ってね、でこれ見ながらもう今コメントで書いていって、自分がどうなりたいかって。でね、五臓六腑に染み渡るようなさ、そういった願望にしようね。海外に行きたいんですとか言う人いるんだけどさ、旅行で。そんなの別に行こうと思えば行けるわけだよ。なんやかんや条件をつけて、お金があったら行くとかね。いや、本当にやりたいことは、お金がなくてもやるの。本当に。よくさ、お金とか、時間とか、あらゆる制限をなくして、そこに本当にやりたいことって何ですかっていう。まあ、それで質問あるけどさ。それが本当の自分のミッションなんだ言う人いるけど、あれ嘘だからね。本当にやりたいことは制限があってもやるんだよ。例えばカンボジアに学校建てますとか言うけど、じゃあ今仮にお金がなくてもさ、カンボジアに学校建てるのいくらかって調べましたとかね。じゃあそういった NPO とかで活動してますとかね。まあ達してないんだよ。結局無制限なお金があったらやりますっていうのは一生やらないって言ったこと同じなのよ、結局。でもね、やりたいことはどんなに制限があってもやるわけ。俺だって制限だらけだけど、一個一つ一つねやってきたと思うの。制限がなくなったらやりますっていうのは一生やらないって言ってることと同じだからね。制限があってもそれでもやりたいことって何って、それをちゃんと考えてほしいと思う。で、僕はそういうの結構言えるんだよね。例えば少なくとも僕は第一歩として高野山大学の通信不正の資料を請求したんだよね。で、そういう一歩なんだよ。染み渡るような本当にそういった回答をね、回答し、それ絶対届くから。結構人いるな。頂上ついたよ、頂上ついた。さすがに風吹いてるね。こういう時字幕があるといいよね。染み渡るような、内臓をひっくり返すような、燃え上がるような人生の願望かけました。別にさ、世界をね、変えることじゃなくていいんだよ。だけどもしそういう願望を言ったんだったら、少なくとも何か一歩をしないといけない。
今時刻は16時前なんですけれども、鳥取から城崎に向かっている大体80キロぐらいなんですが、途中がですね、なんか道路の亀裂により通行止めになってまして、で今大きく迂回をしないといけないわけですね。で国道の方に出ると距離的にすごく遠くなるんですよ。なので海岸の方にですね行って、するとジグザグ道で完全な峠なんですよね。しかもすごいアップダウンが激しくって、角度から言ったらね、まあ、普通の道路ではちょっとありえない覚悟を今頑張って漕いでるんですが、もうちょっとダメだ、降りるしかない。まあ、こういうこともあるんですよね。こういうこともあるんですよ。でもこのすごいいい天気、いい天気だけど直射日光がやばい。あれ、なんかそろそろ山頂らしきものに届いたような気がするよ。一応マップ見るとあと40キロぐらいまだあるんですよね。なのでこの後下りであることを祈りつつ、まあ結構遅くなるんじゃないかな今日はね。どうやらなんか山頂だけでも割とアップダウンがあるんでね、まあ、しばらくこういうのは続くんでしょう。間もなくゴールですね。あと2キロぐらいかな。そしてここは城崎温泉なんですが、温泉地の中心地から少し離れたところに宿を取っています。まあ単純にその方が安いからっていうことなんですよね。今日はまさかの通行止めで2時間ぐらいはロスしたんじゃないかなと思うんですよ。そして日本海側のね、もうギザギザの海岸あるでしょ。なだらかな砂浜じゃなくてさ、岩場の海岸ね。だから峠のさ、アップダウンがまたすごくてさ、今回の旅で一番体力的にきつかったよね。あの時通行止めじゃなかったらね、割とスムーズに行けたはずなんだけど。なので鳥取から城崎まで80キロのはずが、多分100キロは走ったんじゃないかなと。で今時刻は19時半でして、まあ間もなく着きます。はい、あ、見えてきたあれだな。はい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 、というわけでありがとうございました。